杉本研究室にやってまいりました。やってきましたね。よろしくお願いします。お願いします。ここの杉本研究室ではどのようなことをされているんでしょうか。工学部の中での科学っていうところでやってますので、実社会に役立つものを作ろうとしてます。で、具体的に言うと何て言うんでしょう、プラスチックを環境に優しい方法で作ろうと頑張ってます。すごい、数学科の僕には結構ちんぷんかんぷんな全然分野が違うけど、でもすごい楽しそうですね。何かありますか、聞きたいこと。聞きたいことですか、はい、実際に社会に役立つようなお話とかを聞かせていただけないでしょうか。はい、世の中ってプラスチック溢れてるんですよ、うん、部屋見ていただいても分かりますし、はい、だってこういうものがすでに合成されたポリマーですから、うんうん、はい、ポリマーとプラスチックで大体同じ言葉なんですけれども、うん、そういうものをどうやったら環境に配慮しながら、うん、資源を無駄遣いせずに、うん、地球を汚さずに作れるかっていうことを中心にやってます、うん、はあ、聞きましたか。環境に優しい、エコですね。エコですね、はい、なんかまさしく理科大が、まさしく理科大が、そうですね、はい、理科大からこう世界に広がって、日本だけじゃなくて世界に、世界にまでしてる、すごい研究室ですね。すごい。ちょっと後ろでもやっているんですけども、今回はどのような実験をされているんでしょうか。はい、プラスチックって呼び方するポリマー以外にもう一つ繊維っていう呼び方をするポリマーがあります。それの入門編として今日はナイロンを作ってもらってます。お、白く見えるのがあれがナイロンの糸を一生懸命巻き取ってもらってるところです。作業をしているということなので、くるくる巻いてますね。そうですね、はい、くるくる、楽しそう楽しそう、はい、ちょっとやってみたいと思います。このヘキサメチレンジ網、透明なやつにこの、アジボイル、アジボイル伝うように垂らしていくんですよね。なるほど、はい、なるほど。ちょっとやってみますか。ワクワクしていきます。ワクワクしましたね。ちょっと全部入れてみてよこれいいのかな。巻いてみますか。巻いてみますか。わかりました。お、つまめる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 。これは、これか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 。おー、すごい。マジか、マジか、マジか、マジか。これを巻くの。お、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 あ、すごい、すごい、すごい。見て、すごい。めっちゃ巻けるんだけど、これ。なにこれ。すごいね。すごいね。こんなに出るの。ね、すごい。すごいね。これ楽しいね。楽しい。いや、こうやってナイロンができるんですね。いや、今回ナイロン作っていただいたものはまさにもう工業的に作られているものとほぼ同じもので、でもう何十年も前にデュポンというメーカーさんが開発したものとそっくりなものをほぼそのままの形でやってます。これを機械で運転させて工業的には作ってます。原理は全く一緒ですので、はい、頑張れば手作業でもできる。そうです、そうです。今日は他にどのような実験をなさるんですか。今ちょうどやっているのが、種目としてはスライムって呼んでるやつなんですけれども、中身を言ってしまうと吸水性ポリマーを固めてます。それをゲル状に固めてます。そういった実験をやってもらってます。吸水性、なんかおむつとかでも使われてますよね。実際に使っている材料としては洗濯用の糊を使って、それを別の薬品で固めて手に乗せられるような塊にしてもらってます。なるほど。どうも本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。